昨日塩漬けにしたあの肉なんですけど、はい、それをまあミンチにかける。温度が上がると別の方向にタンパク質変化しちゃって味も美味しくなくなるんですよ。強い生地と粗挽きにしたミンチを合わせるとあのこっちの食感とつながった食感が。はい。7割ぐらいなんですよ。仕事のうち。そうそう。時間がかかるものがうち多いので、まあ、2日がかりだったり、1週間がかりだったりとか、そういう仕込みをずっとこう、ずらしずらし仕込みをしながらやっていくって感じで。手油とピスタチオ、まあ、こんな感じになるんです。うーん、濃いソース、はい、これ1週間塩漬けにしてあのある程度塩を抜いた状態です。
これは牛肉を塩漬けにして、はい、低温で加熱したものなんです、うん、これが、まあ、すごい手間かかるんですけど、はい、まあ、シャルキュトリーの王様って言われるぐらいで、いろんなシャルキュトリーが組み合わさってできるシャルキュトリーで、ここに肉汁がバーって上がってきて、で、落ち着いてくるとその肉汁が戻っていくんですよ。最終的にはこのパイがちょっと膨らむんで、はい、パイと、パテの間に隙間ができるんですよ。で、その隙間に今度はここからゼリー、ゼラチンを流してその隙間を埋めて完成。こういうことですね、はい。一個一個を別々で作るとフォアグラのテリーヌに2日、牛の塩漬けが1週間で、豚のタンの塩漬けが1週間で、パテが2日間ぐらいの時間はかかるんで、それプラスパイ生地を、まあ、粉と合わせて翌日伸ばすんで、まあ、それが2日間なんで、一個一個見るとすごい手間が集約されたものなんで、すごい作業は大変です。ただどうしてもこれをお店で出したくてずっとやってます今こうお店で出されてる店増えてきたんですけど、なかなかまああんまり一般のお客さんには知られてないあのシャルキュトリーでもあるし、まあ、なので自己満足なところはあるんですけど自分がしたいからみたいなこれ自体が例えばフランスだったらレストランではなくて、そのこれを買うんです。こういうのを作るプロがシャルキュテっていうのがいるんで、その、まあ、ソーセージにしてもハムにしてももう専門職があるんで、はい、そういうところで買って、まあ、レストランなんかで使うっていうのが普通かもしれないです。提供する前に直前に切ったり、はい、調理したりして、ソースをつけたり、はい、営業時間で比較して仕込みの方が長いですね出来上がって冷やしてカットした時に断面を見て、あ、うまくいったなとか幸せですめっちゃ柔らかいですよ。多分普通の砂肝を食べてるとは思わないと思います。へえ、そんなに柔らかいですか。はい、ほんとびっくりしますね。
体で1週間ぐらい冷蔵庫で寝かして、で、だけ煮込む。グリーンアスパラがデューの手羽先スモークオニグラとカツレツがシャッカンで入ります。
き合って結婚しようよになってたってことは、びっくりした。1時間ぐらいスモークした後、ちょっと加熱していくって感じ。間違いないですもんね、これね。セットよろしく。はい。そうですね。はい。そう。
変わってるんですね。この煙突がなかったら最近では破れてます。ああ、なるほど、破れて、はい。結構硬いんですね。うん、しっかりしてます。これは牛の塩漬けでフォアグラで、はい、この辺が豚のタンの塩漬け、白いのが背脂、ピスタチオとか、はい、くるみとか、ナッツ類の上の方に。シャルキュトリーは基本的に、まあ、日数がかかったりとか時間がかかったりする作業が多いんですけど、はい、基本的に肉が生の状態で攪拌したりその加工していくんで、途中で味見ができないんですよね。 生もので。そうですよね。で最終的な形になって加熱まで終わって冷やして、それから初めて味を見るとか断面を見るっていうことになるので、緊張しますね。そうです。そこが最後が良くなかったらこの時間が全部無駄になってしまうっていういや、そういう楽しさがありますね。途中経過でこうチェックできないから、はい、まあ、状態とかですね、はい、そういうものはチェックできますけど、味ができない、味は見れないので、最後の例えば何日か経って初めて。そうです。だから1週間かかっても1週間後に味を見てダメだったらその1週間が台無しみたいなしんどいまあなかなか味を見てダメなことはないですよ。 ないと思うけど、まあ、そのために細かいレシピを作ってこの、まあ、間違いが起きないようにはしてますけど、何から何まで手作りでご準備してます。ぜひお越しください。します。よろしくお願いします。